ぱその日本クオリティでやっぱ一番すごくなるのはどこですかね。そうですね、難しい質問ですけれども、うんうん、まあ、例えば楽器ですから、うん、どこかだけが、うん、突出している、うん、ということで一番そのなんていうんでしょう、許されるというか、うん、OK が出るのはやっぱり音が出る、良い音が出ること、うんうん、そこがものすごくよろしければ、うん、その楽器というのは私は正解だと思っています、うん、ですけれども日本で、日本のクラフトマンに作られることによって、うん、いろいろなポイントですね、うん、例えば外見ですとか、うん、きっちりと作ってあること、うんうん、まあ、これも外見的な要素かもしれませんけれども、うん、正しい位置に正しいものがあるということですね、うんうん、作り込みですとか、あと、うん、違わないこと、互いがないことですね。例えば、うん、ネックはもう決められたシェイプというもので作ってますので、うん、どこかがデコボコしていたりとかっていうその細やかさっていうのがないと、うん、いけないなと思ってます、うん、そういったいろいろな観点がですね、うん、どれも高いレベルできちっと真面目に完成されるっていうのが日本製のギターの非常に優れているところだなというふうに私は思ってますね、うん、個体差とかね、はい、そういう精度、まあはい、まあ、すり合わせのそういうところとか、その精度が非常に、はい、もう例えば同じギター2本買ってもらっても、もうほぼ同じ、そうですね、高いレベルで、似たようなレベルに、うん、高いレベルにあるというふうに考えていただければいいかなと、うん、もちろん個体差はありますので、うんうん、まあ、もちろん奥目とかね、そうですね、もちろんありますから、ね、から選ぶポイントは多いんですけれども、うん、まあ、一概に何て言うんでしょうね、間違いのない、うん、っていうポイントにおいては日本製のギターというのはかなり、全世界的に見てもどこで作られるギターよりも、うん、抜きんでて素晴らしいんじゃないかなと私は思ってますね、うん、はい、やっぱそういったところで一番出るところが、ここのすり合わせ部分とか、やっぱここのツル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 とそうですね、かなり滑らかに、うん、仕上げてます。これコンセプトとしては、うん、ヴィンテージっていう言葉がもう、うん、一般的になって久しいですけれども、うん、もう買ったその瞬間から、うん、まるでヴィンテージ商品かのような、うん、まあ、もしかしたら誰か弾いてこうなっちゃったんじゃないかなっていうぐらいの、うん、手の馴染みが別格ってことですね、うん、のを求めていますし、うん、エイジング終了みたいな感じで、そうですね、そこまで評価していただけると嬉しいですけれども、うんうんうん、そういうコンセプトでやってることですし、もちろんおっしゃった通りこのフレットのレベリングですね、うん、どこかだけが高くなっていてもいけませんし、うんうん、どこかだけが低くなっていてもいけないと、うん、どこのフレットを弾いても、まあ、ベストな状態であるようにというコンセプトでやってます、うんうん、まあ、そういった意味で言うと一つこの J カスタムだけにある、うん、まあ、仕様というか手作業でやってる工程がありまして、うん、このフレットの端っこですね、うん、フレットエッジと呼ぶんですけれども、うん、かなり丸められてると思います、うん、球面加工と我々は呼んでいるんですけれども、はい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 、これどういったいい影響があるかと言いますと、はいはいはい、ですかね、うんうん、なんとか取れました、取れました、うん、めっちゃ丸まってますね、めっちゃ丸まってます、はいはい、こちらギタリストの方っていうのは特にテクニカルに弾かれる方っていうのはここで弾いてたと思えば、うん、もう次の瞬間こちら側に、うん、とかですね、まあ、指の動き手の動きというのは非常に大きいです、うん、その際にこのフレットの端っこというのは必ず手に当たりますから、うん、引っかかりがあってはいけない、うん、なるべく滑らかにしなければいけないというコンセプトで、うん、こう運指ですね、うん、が滑らかにできるようにということで、うん、フレットのエッジをこのカスタム商品だけはもう本当に嫌というほど丸くして、うん、仕上げているのが J カスタムの特徴ですね、うん、はい、まあ、弾き心地っていうところでも徹底的にこだわられてる、はい、そうですね、うん、はい、で、まあ、あと総合してまとめると、はい、もう J カスタムの良さというのは、はい、もうそのアイバジーンズのその技術っていうのがもう惜しみなく全部入ってて、ね、はい、素材的な価値っていうところプラス、あと、まあ、そのアート的価値、はい、っていうところも、はい、あるので、まあ、それでちょっと高いと思われるかもしれないけど、まあ、アート的価値、技術的価値全てを考えると、まあ、むしろお買い得であると、そうですね、うん、って言ってもいいと思いますね、過言ではない、ええ、うん、はい、自信を持ってお勧めしたいなと思います、うん、アメリカ産の、ね、ええ、そういったところを考えたら、ええ、もう細かいところまで全て配慮してっていうことですね。そうですね。